今回お見せします映像は私が初めて富山県富山市を訪れた時の様子になります。ちょっとスマホの画面録画になりますので見づらいかもしれませんがご容赦ください。で,ですね、えー、電車は神通川を越えまして富山市街に向かい富山駅に入っていきます。今回私は、えー、北陸を、ねえー、乗り放題できる切符を購入して富山まで向かいました。ちなみにこの日はですね、あの私のね、 誕生日ということでね <laughs>。えっと、自分への誕生日プレゼントが行ったことない年に行ってみるっていうね。そのちょっと特殊なプレゼントとなりました。で、富山駅に降り立ちまして、まず見てみたかったのがですね、えっ、ー、と、富山というのはね、富山駅に対して南北それぞれにもともと路面電車がべこで走っていたんですが、えー、それがね、この富山駅の部分で結合するというね、えー、接続が、南北接続が行われたというね、 えーいうことがありまして、割と最近ね、いつだったかな。で、あの、それを見てみたいっていうのがありましたので、まずね、真っ先にこちらの接続された部分に向かいました。で、おーって見ていますと、このね、赤いランプとね、あとブザーが鳴り響きましてね、あれ、私なんかまずいことしたかなって思っていたらね、あの、言ったら赤信号の役割で、その南北接続されていますので、あの、このように電車がね、 抜けていく形になりますのでもちろんその間はね人がこの線路を横断することはできないわけですからこのようにね赤信号的な、えー、役割をこのブザーとなんか赤いランプと、えー、そういうので担っていたようですということで駅前に出てきました、まあ、駅前の様子です,ですけどもバスターミナルがあったり、まあ、十数階建てぐらいのね建物が立ち並んでいるような感じがしました 富山という町はですね、まあ,あ、コンパクトシティの政策ですかそういったものをね、全国的にも結構先進的にね、あの押し出しているというか、そういう政策を積極的に取り入れている町のようで、この、えっと、南北接続、路面電車の南北接続に関しましても、そのね、えー、都市計画の一環というかね、そういったことらしいですね。ざっとネットの記事で見た限りだとね。 いいですよね。あの、このように地方都市がね、あの、より過ごしやすく、住みやすく発展していくためにね、こういろいろ積極的にね、あの、動いていくっていうのはね、大事なことじゃないかなって個人的には思ってますのでね。で、あのね、この路面電車というかね、この電車のね、ボディ、形とかがね、結構こ、ね、このいろんな形があってね、この手前に走ってる黒いやつとか結構先進的な 形してますけどね私、あの電車の車両とかね、そういったものに詳しくないのでね、見た目でね、あーなんかかっこいいなとかしかね、判断つかないんですけども、<laughs> まあ、このいろんな車両ね、えっ、ー、と、形の電車走っていて、見ていて面白い感じですね。<laughs> ということで、駅からね、この、えー、道路の方にね、路面電車が、さっきのね、言ってた黒い電車が走っていったり、また別方向にはね、このまた白っぽ ぽい感じのね電車も走っていったりとあのー、この駅の南側の線路に関しましてその形状といいますかあのー、線路の通り方がね環状線っぽくなっている感じなんですよねこれ結構ねあのー、市街地の広範囲をあのー、この路面電車がカバーできることになると思いますのでね便利そうですよねということで、あのー、城跡のね方にちょっと歩いてきました これ復元されたものらしいんですけども、それとね、後ろのこちらのホテルなんですけどもね、あの昔の建物と今の建物が共存している感があってね、ちょっといいですね。で、えっ、ー、と、素人からね、えー、少しまた南の方に降りてきました。えっ、ー、と、私が気になっていたのはね、あの富山の市街地ね、あの総川エリア、総川地区みたいなのがありますよね、総川がね。あの、その辺りがね、 えとどういうところなのか、結構富山の中ではね、栄えている部分になるようですので、えー、どういったところなのかというのが気になってね、その辺を歩いてみることにしました。で、少し歩いてますとね、えー、とこのように商店街みたいな、アーケード街みたいなのが、えー、目につきましたので、入ってみることにしました。右手がね、えーと、デパートに当たるんですよね、これね。だいぶ 地図で見た感じだと、大和っていうデパートがあるんですかね。で、そのこんな今度でね、あのー、商店街をぐーっと抜けていきますと、これ、フェリーをって読むんですかあの商業室があるんですがこれ、で、このと、と今撮ってたあたりがね、グランドプラザっていうね、ちょっと市民の憩いの場的な広場みたいになってました。で、えっ、ー、と、ちょっと行ったところにガラス美術館みたいなのがありまして、こちらね、えっ、ー、と、常設展示みたいなのを見ました。 でこれがね、その建物なんですけども、結構綺麗ですよね。あの、街のね、あのなんですか、美しさを上げている、街の景観の良さを上げているような綺麗な建物でね。まあでもね、富山の街の景観、全体的にね、落ち着いている感がありましたね。まあ、上品というかね。あの、そういう感じがしましたね。はい。またね、この線路沿いを歩いているわけですけどもね。 私の出身がね、あのー、四国は高知になりまして高知もねあの路面電車で歴史が深い場所になるんですけどもまあねあのー、なんだろう地元を思い出しつつまた地元とねその路面電車の様子だったりえっとまあ都市景観とのねあの相,相性というかねそれを見比べたりしつつね思い返したりしつつ高知を。 そんな感じで楽しみました。で、えっと、富山駅からさらに北の方に歩きますと、これまたね、市民の憩いスポットがあるんですね。こちらが、えっと、冠水公園ですね。えー、こちらがですね、えっと、まあ、あれですね、結構カップルとかが多い公園でしたね。でね、もうちょっとしたら映ると思うんですけども、このようにね、なんか噴水的なのがあって、で、えっと、 草っぱらみたいなところにね、このように人々がね、座ってますね。で、この今映ってるのが、えっと、スターバックスコーヒーになるんですけども、こちらがですね、えっと、なんだっけ、えっと、世界、世界一、なんですか、世界一、景色が綺麗、なんだっけ、<laughs> 今調べてるんですけども、まあ、要,要するに綺麗なね、スタバです。綺麗なスタバらしいです。 あのー、インスタ映えしそうなね、綺麗なスタバです <laughs>。ということで、あのー、ケチな私でね、あのー、私、ケチなもんで、えっとこういうね路面電車とかね、あのー、街,街をね散策するときに無視してね、そのまま歩,歩いてね、あのー、街巡りしたりするんですけども、今回はね、乗りました。このライトレールですかこれ乗ってみました。ま1、あ、個ね目的があったわけで、 えとこれがね、この電車が岩瀬浜行きの、えー、と電車になるんですが、その終点、岩瀬浜まで行きまして、えー、と岩瀬浜っていうのがね、あのビーチですね、海ですね。ちょっとね、日本海見たいなというふうにね、思いましたので、ちょっと行ってみることにしました、はい。この地図ありますけどもね、この終着駅から少し歩いたところに岩瀬浜のビーチがあります。もうすぐ釣るかな。 はい、ということでね、岩瀬浜の様子なんですがね、えっとね、ちょっと映像をね、クラウド上からあの撮ってきて、それをそのままスマホの画面録画で、えー、撮ってるみたいな感じになるんですけど、ちょっとね、回線のね、速度が全然出なくて、なんか画質が <laughs> ちょっと汚いんでね、せっかくね、海綺麗だったので、あのちょっと惜しいなという感じでね、綺麗な映像をお届けできなくて、ちょっと残念なんですけども、まあ、ここでね、 あの夕暮れを見ながらね、数十分ほどのんびりしまして、また先ほどの岩瀬浜駅に戻ってきた感じになります。で、えっ、ー、と、南富山駅前まで向かうね、こちらの電車に乗りました。これも要するに、以前だったら、えっ、ー、と、富山駅までしか乗れなかったのが、えー、とぐーっと、ーとね、富山市街のえっ、ー、と、南の方にある、えっ、ー、と、南富山駅前駅。 にえっとまでえ直通しているっていうのはね大変便利ですよねということでねもうだいぶ暗くなってきてますけどもえっと一気にこのえっと南富山駅前行きの路面電車乗りましてまた遠山市街の方までモール戻ることにいたしましたすっかりね市街地に戻る頃にはこのように暗くなってきて でちゃいましたけどもねあのー、先ほどはね自分が、えー、と駅でね降り立っている側でその接続されている様子を見た感じになりますけども今度はね自分が乗っている側としてねこの接続されている部分を楽しむっていうのはねまた良かったですあのー、やっぱりねあの、うん、接続されていない時の様子を自分の目で一回収めたかったちょっとね もっと早い時期にね、富山を訪れていたらよかったなというふうに思います。ということで、駅の南側、あの、栄えている側ですね。あの、こちらのね、もう夜景という感じになってきていますけどもね。結構ね、なんだろう、あの、駅前とかね、このように明るい感じがしてね。まあ、明るいですけども、なんだろう、その、ゴミゴミしている、ガヤガヤしているという感じはなくてですね、 どこか上品さというかね、落ち着きがあるような、えー、と街の見た目なような感じがしてね、本当に上品な街だなという印象を強く受けましたね。ということで、えー、なんだっけ、電気ビル前というね、停留所でおりまして、であとあるところに向かいます。ちなみにね、この信号にね、秒数が書かれているの、これめちゃめちゃ便利ですよね。 全国的にこれ導入してほしいなというふうに思います。ということで、向かいましたのは、これ、展望塔とありますが、これどこの展望塔かと言いますと、えっと、こちらが富山市役所ですね。えー、富山市役所にはですね、あの建物の上部にその展望エリアみたいなものがあるんですね。しかもね、市役所についている、えー、とエリアということで、これ、無料でね、無料ですよ。 私が一番好きなね言葉ですね。無料。はい。ということでね、エレベーターで一気にね、建物の上の方まで行きまして、はい、素晴らしい。本当に、ね、私、夜景がね、市街地の夜景が好きなので、もうね、ずっと興奮しながらね、何十分も見てましたね、ここねね。で、先ほどのね、夜景の様子で映っていたの、右側にね、えっと、さっきの城跡というかね、復元されたお城だったり、えっと、堀、 あの高層ホテルだったり映ってましたけどね。で、このね、展望塔ね、このようにぐるーっとね、全方位見られるんですね。これが多分、富山駅側ですよね。いや、さすがにね、駅前の様子はね、街です、街というか、都会感がありましたね。あのー、友人にね、あのどこか地名を言わずにね、先ほどのね、富山駅前の様子、写真でね、見せて、これ、どこだ的な感じでね、行ったらね、あれ 東京にいるのみたいな感じで言われてね <laughs>。あの、いやー、これ実は富山なんだぜっていうね。意外、意外とって言ったらですけど、結構都会でしょみたいな感じでね。友達には富山の様子を紹介することができました。で、これがあれですね。ずっと写しているのが、さっきの白跡のところですね。はい。で、これね、なんかぐるぐる回したらね、あの、案内が聞けるみたいなやつですね。なのでね。 もう、あの、結構夜遅い時間だったので、一人でね、これぐるぐる言って回してね、ふんふんって聞いてましたね。あの、最後にね、あの、エレベーターからね、下の階に降りたらね、あの、警備員さんがね、一人で、あの、いらっしゃって、<laughs> なんかごめんなさいって感じでした。まあ、あの僕関係ないですけどね <laughs>。なんかって感じでした。で、その後ね、あのなんか中あ、中華街、中華街のね、中華料理店でね、えー、食事をとりまして、 で先ほどね、えっと、なんとかプラザ。グラン,グランドグランドピアノじゃない、グランドプラザのエリアから、まあ、商店街のね、えー、エリアですね。ちょっとね、平日の夜だったと思うんですけど、この時。いや、休日、あ、休日な気がするな。<laughs> あの、夜はね、あまり人が出歩いてなくて、店も閉まっているところが多くて、さっきのね、飲食店も、あの、やっとの思いでちょっと見つけたみたいなところは正直ありましたね。 であの先ほどにちょっと暗い映像が映ってたと思うんですけども、いわゆる夜の街をね、ちょっと探索しようと思って、それを抜けたところになるんですけども、ちょっとね、結構裏通りは暗いなっていうね、あの印象がありましたね。あの女性が一人で歩くときは、ちょっと一応場所を選んだ方がいいのかでも、そんな治安悪そうな街にも見えないし、みたいなね。そういうちょっとね、上品っぽく見える分、ちょっと夜は暗いなみたいなとこがありましたけどまあ、そんなこんなんでね。 駅前というか富山駅に戻ってきまして、えっと、この日はねあの高岡市のねネットカフェに宿泊することにしていたのであのそちらまで、ね、向かうことにしました初めてのね富山でしたけどもねまあ本当に上品という印象が強かったですまたねあのー、この日はちょっとまあ6時間ぐらいの滞在でしたけどまたまたね泊まりでね富山市行ってみてもいいのかなというふうに思いました でまたね、えっと、富山県の別の都市、まあ、高岡市含め別の都市も訪れていますので、その様子もね、アップできたらなというふうに思います。ありがとうございました。